こんばんは。こんばんは。お疲れ様でーす。シンクラすいません遅い時間に。今日追加公演初日でした。ネクストラウンド追加公演ということで、セットリストも結構変更しましたよ。皆さんいかがでしたか？見に来られた方。いやー、結構ねセットリスト変わったんで、僕らも今日会場入りして3時間ぐらいみっちりリハーサルしました。場当たりして音返しして、だからちょっと不安な部分はありましたけど、なんとか初日無事に終わりました。結構ねやばかったっすよね。言いたいもんね。まあでもあれだね、本公演来られた方はもう本当に別物のライブとして、まあもちろん同じ部分はありますけど、もう絶対楽しめると思うんで、追加公演もぜひ来てください。アンコールとかやばいよね。上がったわ、めちゃくちゃテンション上がりました。僕も今ホテル着きました。今ホテル着いてマッサージ待ちです。なんでちょっとすることないし、インスタライブしようかなと思って。名古屋は明日と明後日ですね、3日間。そして今月末大阪も3日間あります。また京セラです。先月もね本公演ラストは京セラじゃねえや大阪城ホールだ大阪城ホール3日間、すごいですね。3日間も名古屋は本公演では来れなかったので、今回初ですね、このツアーでは。初めて来た方も結構いたのかな。名古屋はあれだ、イベントだ、リリーベント期に来ましたね。俺手羽先食べたわ、みんなで。わあ手羽先食いてえな。
馬刺し食べたい。おすすめのお店教えてください。茅ヶ崎のおすすめのお店、まあ、いつもは風来坊とか行きます。美味しいよな、風来坊。あの手羽先がね、ちっちゃい感じがいいっすよね。何個でも食える。今回。世界の山ちゃん、行ったことあるかな？ないかな？ないかも。そうだ、今日ランランランページだ、放送。ランランランページ今日から始まります。この前ね、メンバーで一泊二日でなんかロケしました。いろいろやりましたよ。ビーチ行って、なんだっけ、本当にもうガチで対決してチームに分かれて、ビーチフラッグとかいろいろしました。今日予告映像ちょっと上がってると思うんですけど、あとは体育館でなんかドッジボールとかいろんなゲームしました。寝起きドッキリもあるしね。いや、めっちゃね、そのロケの時日焼けしたんですよ。なんか一時期みんなあのライブの時黒くなったって思いませんでした？どこだっけ、大阪の前どこでしたっけ。大阪公園かな。みんな T シャツ焼けして、龍とか翔平とか今でも残ってたけど、僕はなんか袖切りのシャツ着てたから、このここのなんか境目だけ焼けたんですよ。今見えないと思うんですけど、ここだけ黒くてなんか変な模様みたいになってる。なんでだろう。でもめちゃくちゃ日焼け止めは塗ったんですよ。あ、北九州だ。北九州の前、ちょっと前にロケしたんで、北九州の時結構みんな赤かったと思うんですけど、僕普段焼けてないからさ、すげえ赤くなって、あとふくらはぎの裏、半ズボンだったんですけど、もちろんふくらはぎもしっかりこう塗って日焼け止め。でもなんかはしゃいで海入っちゃって膝ぐらいまで、
でそれで日焼け止め取れて、ロケ終わって風呂入ったら痛ってなって、見たら真っ赤でした。もう T シャツ、あ、 T シャツじゃない、ズボンが擦れるだけでも痛かったっす。今もね、黒いんですよ、めっちゃ。ふくらはぎの裏だけ。表はそうでもないのに、裏だけ黒いって、どういうこと？って。変な焼き方しちゃった。今年僕、結構海行ったな。そのロケでも行ったし、他でもロケの後、インファクションの撮影でも海行きました。ビーチで砂浜で撮って。あとその前もなんか行った気がするな、忘れたけど。去年は写真集で石垣島行って、海も入ったし。なんかピントがなんかすごいです。自動でなんのかな、ピント。さっきからぼやーって。近づいたらぼやってなるね。皆さん夏らしいことしました？もう夏終わっちゃいますよ、やっと。やっとって。いやー、暑かったな。やっとね、涼しくなってきましたね。夜とかちょっと肌寒いもんな。居酒屋 EXILE 行ったーって、ありがとうございます。あ、花火見たって。僕も見ましたよ、花火。意外とちゃんと見れた。リリーベの帰りとか、あと神宮花火大会行った。就活とライブとリリーベとバイト尽くしです。そうだね。僕らのライブもリリーベもあったんで、夏の思い出はランプのリリーベ。ありがとうございます、暑い中。関門海峡花火大会行きました。いいなぁ、めっちゃ綺麗そう。いいね。そっか、BOT もあったのか。すごいな、すげえライブしてるね。BOT もすごかったな。これからは、今後は、今年はもうライブ尽くしなんで、もうね、クリスマスまで僕らツアーあるんで、あとはまたタイにも行きますし、
楽しみですね。ピントが。そうだ、韓国も行きます。11月ね。詳細はもうちょっとお待ちください。僕らもまだ知らないです。これから多分詳細出ていくと思うんで、もうちょっとお待ちください。10月20日は僕の誕生日です。そしてインファクションの発売日です。今日もライブ中ね、ネックレスとピアスつけてましたけど、取っちゃった。あ、指輪つけてる、リングはつけてる。いい、お気に入りですこのリング。今日ライブ中はゴールドつけました。早く皆さんの元に届くといいな。いつ届くんだろう。多分あれっすよ、もうすぐなのかな。10月の初めとかかな。もう予約してる方は。11月？うん？わかんない。10月末とかか。まあ、もう少し待っててください。夜ご飯食べましたよ。会場のトンテキ。誕生日か、もうすぐ26歳ですよ。早すぎ。26で高井出が25ですからね。今日で25歳。あの高井出がすごいな。早いっすね。あの高秀が25歳。
今年も10月会したいな、山椒さんとね。山椒さんもうすぐだ。山椒さんと高井だと3人で、去年 USJ 行ったんですよね、高井出と2人で。本当は山椒さんと高井出と3人で行く予定だったんですよ。でも当日山椒さんがお腹壊しちゃって急遽行けなくなって、高井出と2人で行ったんですけど、だから今年はリベンジ、まあ USJ じゃなくてもリベンジしたいなって思ってます。ちょうど城ホールで、大阪城ホールでライブだったんで、その前日か、前日なんか大阪で1日オフだったんですよ。だから10月からやろう、 USJ 行こうってなって、で山椒さんがオンラインチケット取ってくれて、前日に僕と高井出に送ってくれた写真、やばー、いやー楽しみだなーと思って、ありがとうございますって言って、朝遠足気分でウキウキしながら起きたら、夜中ぐらいに山椒さんが LINE やってて、お腹壊して行けなくなったって。そっか、今あれですね、ハロウィンだからゾンビがいっぱいいるのか、掘らないと。去年もホラーナイトだった。あれ去年、あでも去年確かね、夜までいなかったんだよな、夕方ぐらいでなんか遊び疲れて出て、で大阪の串焼きかな野菜行って、高井出とご飯食べました。まあ今年は10月会できたら報告しますね。なんか話すことあったっけ？今年もマースのハロウィン仮装待ってます。そうやな、今のうちから買っとこう。ハロウィン何にしようかな、今年は結構したからね。アマゾンで頼もう。いつもハロウィンになって前日とかに、うわマースの仮装したいって思ってアマゾン見るけど、届くのが遅いんですよ。だからいつもできない、いつもなんかだから毎年同じやつになっちゃう。この後買おう。
平日だと開演時間が遅いじゃないですか、18時半とか。だからあれ会場入り時間がめちゃくちゃ遅いんですよ。だから明日も多分遅いかな。だからゆっくり寝れるわ。ゆっくり寝よう。ひつまぶしも食べたいしな。ひつまぶしと手羽先。今日は今日名古屋に入ったんで、新幹線で、だから9時半出発とか。痩せた？俺痩せたかな。何も気にしてない本当に。煮込み、味噌煮込みうどんいいな。痩せたか、やった。また痩せます、この2日で、3日で。いっぱい食べよう。いっぱい食べなきゃ。筋トレもね、あんまりできてないんだよな最近。だから今日本番前に腕立てで胸筋やって、その後腹筋しました。トレーナーさんにやってもらって、明日もやろう。そろそろマッサージ来るかな。じゃあそろそろマッサージ行こうかな。じゃあ皆さん、ゆっくり寝てください。明日平日なんで、お仕事の方は頑張ってください。ライブ来る方は楽しみに、一緒に盛り上がりましょう。じゃあマッサージに行ってきます。じゃあおやすみなさい。バイバイ。